はい、どうも岡田店長です。はい、そして部ーちゃんです。はい、これあのヒゲ紳士さんがやるやり方。あ、そうなんですね。あのイエーイ、はい、イエーイ、あ、イエーイはやってない。あ、イエーイはやってないんですね。ですね、今日は何やろうかな。まあ、ただ簡単なものもなんかもう毎回なんかノルマが高い、非常に高いノルマが、はいはい、1時間打たないといけないとか、プレミア見ないといけないとか嫌になっちゃってるじゃないですか。なんかもっと簡単なもの、ちょっと初心に帰ろうかなと思って。おね、簡単でしょうよ。お、聞いてないですね。そういえば言ってないよね、最近聞いてないです、ね、簡単じゃないのも最近なんで、あの一握りのコインを用意しました。あ、どっかの偉い人が言いましたね、メダルは一握りあればいいって。そうなんですか、言ってなかった。しまえない、しまえた。メダルは一握りあればいい、はい、ということで、この一握りのコインで、サクッとベカらして、で、ドヤ顔で、ねえ簡単でしょう、うん、あ、だからすごい早いと思う。なるほど、5分かかんないぐらい。おお、ちょっと5分かかんないぐらいの動画ですけど、お付き合いください。カモン、カモン、どれ打とうかな。じゃあ50枚、50枚以上あるかな。50枚。あ、ねえ。こんだけあればいいよ。40コインなんか45枚ある。45枚で何できるだっけ。それです、それです。てて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 、45枚で何できる。俺はペカらせられる。お、はい、行きます。せーの、ポンポコポン。音大きいな。お、設定知らんす。え、店長なのに。え、うん、知らんす。いやどう、この本当のやらせがない感じで、しかも最後の最後でピカルっていう奇跡。あ、大丈夫、慌てるでない、大丈夫、まずブドウ取る、まず増やしていく、まず増やしていく。あ、いや、まだ話してない。ああ、まだ早い。ああ、おかわりしたい。何ですか。おかわりしたい。何枚ですか。じゃあもう50枚。ブーちゃん200枚やったじゃん。あ、そういうこと言うんですか。だから俺はもう50枚でいい。もう50枚で、はい、じゃあ持ってきますね。はい、あ、はい、はい、一握り、一握りです。ああ、まあ一握りだな、本当に一握りだな。お、やるね。お、いや、すごいよ。50、いや、これで何、53枚来たんですか。素晴らしい。え、適当に持ってきましたよ。すごい、すごい。53枚で何できる。もうすげえ、あの自然なナチュラルな感じでペカって、このままドンドン、これでいくから。あ、じゃあわーって大喜びしないでくださいね。え、何？わーって大喜びしないでくださいね。あ、しないしないしない。だってもう光るのはもう分かってたかのように。そうです、びっくりもしないでください、びっくりもしない。どう、ドンドン、見てドンか、ドン。あ、お、あ、まだ話してないんで。ああ、うん、本当に一握りだな。光ったらもうこれだから。ああ、だって光ってないの見えてますもん。え、光ってないの見えてますもん。光ってない、いやいや、練習練習練習。あ、練習練習。イリュージョンっぽいじゃん。こう左手がねっかね、左手を使うことによってイリュージョンっぽく見える。
音が雑だったけど。なんですか。一握り。いやそれにしても最初の45枚めちゃめちゃ回るな。ゾウ行っちゃった最初の45枚で。ひどい。さあ最初の45枚も残りあと4枚。いやーよく回る。まあよく回る。いやーよく回る。いい台見つけた。じゃあ時間内に光らなかったらあのもう償いとしてあの45秒踊ってください。あ、40… エンディングで流すんで。あ、時間内でペカなかったら、はい、はいよ。そういうね、なんか、あ、そうだね、掛け事が足りなかった。掛け事。そうだよ、何かかかると俺はものすごく強くなる。本当ですか。ほらー。え、あ、ね、簡単でしょ。何か。オーラー言ってた。いやオーラー言ってた。いやそんな恥ずかしいことじゃない。ホーラーホーラー。言ったじゃん、最初45枚で一握りのコインがあればペカるよって。だからこうやってこうやったでしょ。ね、簡単でしょ。ということで45枚のコインさえあればオカルト店長はペカらすことができます。はい、ということで、初心に帰ってね、簡単でしょう言ってみようのコーナーでした。簡単でしたね。じゃあ次回もお楽しみに。バイ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 。あれやる、みんなが好きなあの見ないで押すやつ。いいですよ、うん、じゃあとりあえず、これマックスね。マックスレバー、レバーこれ大事か。あそこ1です。おな、ほんと見てないからね。見てないですよ。見てないからね。これ どっち見よう。これどっちやつ、こっち、こっち、これ見てないでしょ。はい、おう、うん、だいこれは、うん、あー、まあブーちゃんの顔見ればわかるわ。見なくて一生懸命押そうと思ってても揃えられない人いるじゃないですか。もうしょうがない、それはもう、それはもう、いや、俺リプレイはしょうがないからね、これリプレイしょうがない、うん、そういう人も大丈夫。こうやってペペンと押してでペンってやればこうなるから。レッツゴー。すごいでしょ、うん、これ特技、うん、これ特技。じゃあバイバイ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。